東京です。あの気配斬りってあるじゃないですか。まあ、やったことないんですよ。やりたいんですけど。でもやりたいからもう一人でします。今から多分そろそろ同居人が帰ってきます。ということで家に帰ってきたら友達が一人で気配斬りをやってる時。同居人が今から帰ってきます。僕は一人で気配斬りをやってます。なんていうのかなって思っちゃっただけです。ただということでやっていこう。それでは。はい、勘違いするなよ、待たない。未来がお前を選んだのよ。あ、何？天井だ。ショートコント、映画ルローニケンシンより、佐野助だけ誰かわからない、師匠誠。死ねえ。ブレ、お前誰だお前は。あ、見つかっちゃった。全然あいつ帰ってこんや。ルローニケンシンの今やってる、あのマッキーニューが出てる映画のネタバレをします。カオルドマが死んで、で、ケンシンたちがどうにか生き返らしたいっつって、あの7つの玉を集めてドラゴンにお願いして、あのカオルドマが生き返ってハッピーエンドです。シュー自身俺たちは割って全然帰ってこない。あいつもうそろそろ帰ってくると思ったのに。10回割ってカメラにかっこつけたら俺たち1 2 3 4 5 6 7 8 9 10。うわ、全然真逆でした。全然違うとこです。カーテンを開いて小さな子を恋人、優しさに包まれたらきっと、ダララ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 ラメッセージ。全然帰ってくる気配がないので、ちょっともう今日は夜ご飯を作らないといけないので、もう、夜ご飯の買い出しに行く。普通に。くっそ、あいつ。全然帰ってこいやん。上羅ですいません。あの、同居人が帰ってくるタイミングを見計らおうと思ったんですけど、ちょっとミスりまして、で、あれからだいぶ時間が経って夜になってしまったわけなんですけども、彼は今お風呂に入っています。彼が風呂から上がってきたところを、狙いたいと思いますよ。皆さん、彼の風呂上がりを、ね、待ちます。どうなるのか、ドッキリー。面白い。やば、お前。痛くないよ、お前。痛くないけど、ただうざいよ。